僕の名前は前田よしき、高校2年生。先月親の転勤で7年ぶりにこの町新庄市へ戻ってきた。この春僕が転入する男子校、私立バラモン高校。一見普通のこの高校でどんな体験が待っているのか、その時僕はまだ知らなかった。僕のクラスは確か2階だったよな。お、なんだこの声は。この教室からだ。お前は転入生の前田だな。俺はお前のクラスの担任、西園寺照彦。よろしくな。お、そろそろ教室に行かなくちゃな。ついてきな、案内してやるよ。この人が担任か。紹介するぞ、転入生の前田良樹君だ。みんな仲良くしてくれよな。よろしくお願いします。なかなか可愛い顔してるだろ。え、でも誰にも手出しはさせないぜ。こいつは俺のフィアンセだからな。なんだって。なんちょって冗談だよ。さ、授業始めるぞ。なんだ、びっくりしちゃったよ。さて帰るか。なあ、俺のこと覚えてる？君は小学生の頃同じクラスだった拓也。そうそう、早乙女拓也だよ。またこの町に越してきたのか。小さい頃仲良しだった拓也、こうしてまた同じクラスになれるなんて夢のようだな。よしきも家こっち、一緒に帰ろうぜ。まさかよしきにまた会えるとはな。わからないことがあったら何でも俺に聞いてくれよ。うん。ユウ、お前も帰り？うん。あれ、隣にいるのは拓也お兄ちゃん？あれ、ユウちゃん大きくなったな。拓也お兄ちゃんもすごくイケメンになったね。はいはい、そんなことないっつーの。この子は妹で小学2年生のユウ。小さい頃僕たちはよく3人で遊んでいた。じゃ、また明日な。拓也お兄ちゃん、またね。拓也お兄ちゃんすっごくイケメンになってたね。お兄ちゃんときめいちゃったんじゃない？冗談をやめろよ。まあいいけど。ね、それより聞いて、ユウ学校で3人の男の子に告白されちゃった。何はともあれ楽しい学校生活になりそう。ロマンティックな日々の始まりだな。集まれ。なんとなんと、テレビアニメ学園ハンサムが DVD にオープニングエンディング主題歌が CD になっちゃうんだって。 CD ではゲット夢&ドリームと新ハンサム体操でズンとかホイのフルバージョンが聴けちゃう。しかも DVD にはなんと限定エクストラシナリオを収録。そして DVD と CD ともに初回特典としてエンドカード1枚封入。信じられない。これはもう買うっきゃない。みんな来週も見てくれよな。